皆さん、こんにちは。サバイバルオーディション番組プロデュース101ジャパンザガールズ、通称ミチプガールズ、ミチプからミーアイに続いて誕生した4人組ガールズグループ。一種デビューシングルファースト、一種リード曲コネクトの先行配信が17日スタートし、合わせてミュージックビデオも公開されました。そこで今回はそんな一種についての詳細や、同じくミチプガールズからデビューが決まったミーアイとの確執について、また一種が炎上している、いやミーアイよりも売れる売れないなどと噂される真相についてなど、深掘りして調査していきます。ぜひ最後まで動画をご視聴ください。ミン、アイタリ、ナノ、ケンモツナノ、ユウキ、リノからなる一種初のリリース楽曲コネクトのサウンドプロデュースは、韓国のグループママムーの作品を数多く手掛けてきたパクウサンさんが担当しました。デビュー曲についてですが、一種の今を表現した楽曲となっており、いろいろな経験の中で生まれたメンバー同士のつながり、手に入れた強さで再び世界とつながるという強い意志を示したメッセージソング。勇気が初めて挑戦したラップに加え、かつてない意志 You&I Connect など一種の挑戦が伝わる歌詞となっています。デビューシングルの序章として公開されたコンセプトトレーラーでは、行き先を失ったままさまよっていたメンバーの姿がオムニバスで描かれ、 YouTube 急上昇ランキングで即時1位に。 KCON JAPAN 2024での初パフォーマンスでも注目を集める中、いよいよミュージックビデオが公開となりました。ミヒーロー誕生のストーリーを陰影的に表現したミュージックビデオでは、ディストピアな世界観の中でメンバーたちを連結させる再生のモチーフとしてヤモリが登場します。あらゆる視線や状況に立ち向かう大胆で強烈なビジュアルイメージとともに、パワフルなアティチュードとパフォーマンスで一人一人が異彩を放ち、野心に満ちた映像に仕上がっています。KCONの予告に出てきた謎のグループ一種、このグループについて何者、所属はどこと気になっている方も多いのではないでしょうか。今回は SNS 上で話題になっている一種とはどんなグループなのか暴いていきたいと思います。ミーアイが所属するラポネエンタテインメントの新会社ラポネガールズから、ミチプ女子で惜しくもデビューできなかったアイタリ、ケンモツナノ、田中裕樹、坂口里乃がデビューします。ミチプ女子初の派生グループです。実力ビジュアルともに最強なので、ミーアイのライバルグループとして人気が出そうです。これまでのオーディション番組では、派生グループは人気が出ないというジンクスもありますが、このメンバーならそんなジンクスも壊してくれそうな気がします。一種のメンバーのプロフィール、リン・アイタリー、名前アイタリー、生年月日2006年2月8日、出身地福島、 MBTI ENTJ、 身長163センチ、最年少アイタリンさん。日区では謙虚で努力家な一面を見せ、応援したいと視聴者に思わせる魅力がありました。特に3話で難しい状況でも頑張っている様子に心を打たれ、ファンになったという人が多かったそうです。アイタリンさんはダンスユニットアールズを組んでいた経歴も持ち、日区ではダンス歴10年とも言っていました。名の剣持なの、名前剣持なの、生年月日2001年8月27日、出身地新潟、 MBTI ESFJ、 身長165センチ、最年長剣持なのさん、田中裕樹さんと同じダンスサークル早稲田大学のトゥインクルに所属と明らかになっていますが、剣持なのさん自身は実践女子大学に在学しているそうです。日プ時代には華やかなビジュアルだけでなく、ダンススキルも高い実力者であることでファンを虜にしてきました。ゆうき、田中ゆうき、名前田中ゆうき、生年月日2004年2月14日、出身地神奈川、 MBTI ISFP、 身長170センチ、身長が170センチと高身長で、スタイル抜群な田中ゆうきさん、ダンスが得意でダンス講師の経験や自身の大学である
早稲田大学のダンスサークルトゥインクルに所属していると日プ時代に話題になりました。田中裕樹はダパンプ建造のマナ弟子で、小学生の頃からダンスを一緒にしてきて、たくさんの思い出があるそうです。リノ坂口リノ、名前坂口リノ、生年月日2003年9月1日、出身地神奈川、 MBTI INFJ、 身長165センチ、何でもできちゃうオールラウンダー坂リノさん。日プ時代からその実力は健在で、圧倒的な信頼がありました。特にポジション評価でファーストラブを歌った時は、坂リノさんの歌唱力に驚く人がたくさんいました。歌が得意で一種ではメインボーカルの役割も果たしますが、 LDH のダンススクール EXPG 横浜校に通っていた経歴もある。ダンスもできるそうです。 LDH 史上最大のオーディション番組アイコン Z にも出演していました。そんなメンバーの集まった一種ですが、韓国で人気のエスパっぽい雰囲気があってとってもかっこいいです。メンバーに合ったコンセプトでデビュー曲も楽しみですね。一種という名称と合わせてラポネエンタテインメントが登録しているのは一種という名称です。グループ名は常に注目や話題性を持って人々を魅了する、魅力的で一種な存在という意味が込められているそうです。そんな一種ですが、バンの声が多く上がっているようです。批判の矛先は一種のメンバーではなく、グループを結成した事務所にまで一種結成が批判されている。理由についてご紹介します。1、デビューが早すぎる。一種のデビューが批判されている理由として、1つ目はデビューが早すぎるからです。ご存知の通り、一種のメンバーはプロデュース101ジャパンザガール S で残念ながら合格できなかったメンバー。オーディションを合格した11人は ミーアイ として2024年4月にデビューしたばかりにもかかわらず、 ミーアイ に選ばれなかったメンバーが2ヶ月後にデビューを果たすのはあまりにも早すぎないかという批判が殺到しています。 ミーアイ を応援しているファンとしては複雑な気持ちになりますよね。2メンバーの選定基準が不明。一種のデビューが批判される理由として、2つ目はメンバー選定の基準が不明だからです。前述の通り、一種のメンバーは日プ女子のオーディションに残念ながら合格できなかったメンバーです。最終選考での脱落者が9人いる中で、うち4人が一種のメンバーとして選ばれました。 SNS ではこの子を選んでほしかったとメンバー選定を残念がる声も。所属事務所であるラポネエンタテインメントが欲しいと思っていた人材の中で落ちた子たちを選んだのではとの声もいくつかありました。おそらく事務所が考えていたコンセプトにぴったりなメンバーを選んだのではないでしょうか。3、ミーアイより力が入っている。一種のデビューが批判される理由として、3つ目はミーアイよりも力が入っているからです。視聴者が選んだ11人で結成されたミーアイに対し、一種は事務所が選定したメンバー、そのためコンセプトを定めやすく、ミーアイよりも力が入っているように見えてしまうのでしょう。クールでかっこいい系のコンセプトにミーアイのファンからは不満の声が上がっているようです。4、公式ライバル。一種のデビューが批判される4つ目の理由として、ミーアイの公式ライバルのような売り出し方だからです。グループ名も似ている一種とミーアイは今後も比較され続けることは間違いありません。ライバル関係となることでファンの中でも争いに発展してしまうのではと不安に思う声もありました。同じ年でのデビューとなると、ランキングや賞など一方が選ばれて一方が選ばれないという場面がどうしても発生してしまいます。日プ女子を応援し続けてきたファンにとっては複雑な心境のようです。ご事務所のお気に入り一種のデビューが批判される理由として、5つ目は事務所のお気に入りのようだからです。すでにご紹介した通り、一種は視聴者ではなく事務所が選定したメンバー、デビューが早いことやコンセプトがしっかりしていることなどから事務所のお気に入りなのではと感じているファンも多いようです。確かにトントン拍子に話が進んでいる感じがしますよね。6、オーディションの意味がない。一種のデビューが批判される理由、6つ目はオーディションの意味がないからです。オーディション脱落者であってもミーアイの2ヶ月後にデビューが決まったことでオーディションの意味がないと感じた方もいるようです。先にデビューしたミーアイともう少し差をつけた方が批判も少なかったかもしれませんね。このように一種のデビューに関して不満を抱くファンが多いようですが、その矛先は事務所である LAPONE エンターテインメントへ。
っているようです。事務所は見合いのメンバーへファンにもう少し配慮が必要だったのではないでしょうか。批判もありますが、大前提として一種のメンバーは何も悪くないですよね。むしろ一種のメンバーにはプレッシャーなどの負担もかなりありそうです。しかしそんな一種ですが、同じラコネで未熟女子から選抜されたアイドルグループミーアイよりも売れるのではと噂されているようです。真相を見ていきます。ヤフー知恵袋では、何かミーアイより一種の方が売れる気配しませんか。めちゃくちゃ嫌なんですけど、コンセプトとか今流行りの感じだし、なんでミーアイにもっと力入れてもらえないんですか。ミーアイが正規で生き残ったグループなのとささやく人も、確かに一種がミーアイよりも売れるのではという意見があるようですね。という謎の噂があるため、サババンからの派生グループである一種は売れない前提で見ているファンも多かったようです。しかし一種の最近の勢いや注目度がすごいことから、ミーアイよりも売れるという声が出てき始めています。まず一種とミーアイの違いをまとめました。人数一種4人、ミーアイ11人、日久順位一種12、13、15、16位、ミーアイ1から11位、グループ名意味由来一種、常に注目や話題性持って人々を魅了する魅力的で一種な存在ミーアイ、新しい日本の世代を代表する未来のアイドル、平均身長一種 165.65cm、 ミーアイ162cm、 平均年齢一種 20.5 歳、ミーアイ 18.81 歳。人数やコンセプトが全く異なる一種とミーアイですが、なぜ一種の方がミーアイよりも売れるという声が出ているのか理由を調査しました。1、コンセプトの違い。一種がミーアイより人気で売れると言われる理由、1つ目はコンセプトの違いです。一種とミーアイのコンセプトの違いから一種の方が売れるのではという意見が複数出ています。一種とミーアイのコンセプトの違い。一種かっこいい感じ、魅惑的な雰囲気、 K-POP 好きに刺さるコンセプトだと言われている。ミーアイ可愛い、近未来的な雰囲気、制服やガーリーな衣装やコンセプトが多く、ターゲット層が若い印象、コンセプトがミーアイの方が幼い印象があり、 K-POP 好きに刺さりにくいのではと言われているようですね。また一種のコンセプトフォトや動画では絶賛する声が多かったですが、ミーアイのコンセプトフォトには衣装などに疑問を抱くファンが多かったですね。ミュンへのゴリ押しか、一種がミーアイより人気で売れると言われる理由、2つ目は運営のご利用士官です。一種はミーアイよりも衣装のセンスが良い、衣装やミュージックビデオにお金がかかっている、 SNS のセンスが良いという点から運営が力を入れていると言われています。あくまで SNS で言われていることであって、ミーアイよりも一種にお金がかかっているかどうかは断定はできません。ミーアイと一種が全く同じ運営方法だと、それはそれで文句出そうですね。また先ほども少し触れたように、デビュー日もミーアイが2024年4月17日、一種が2024年6月19日と2ヶ月差と大変近いです。ミーアイのデビュー年に重ねてくるほど一種を推しているんだと、ミーアイのファンから不満の声が出ています。3姉っぽい、一種がミーアイより人気で売れると言われる理由、3つ目は姉っぽいです。一種のかっこいいコンセプトとミーアイの可愛らしいコンセプトを比較すると、先にデビューしたのにミーアイの方が妹で、一種の方がお姉さんグループっぽいと言われています。メンバーも日プ時代お姉さんポジだった子ばかりでした。ミーアイの方がデビューが先であるものの、デビュー日も近いことや一種の方が姉っぽい感じがすることから、一種から派生グループっぽい雰囲気が感じられないですよね。 4SNS 登録者数、一種がミーアイより人気で売れると言われる理由、4つ目はSNS 登録者数です。2024年5月現在の一種とミーアイの SNS 登録者数についてご紹介します。一種はデビュー1ヶ月前、ミーアイはデビュー1ヶ月後です。 X 一種 10.8 万、ミーアイ 52.5 万、 Instagram 一種 50.6 万、ミーアイ 90.8 万、 YouTube 一種 8.5 万、ミーアイ 64.5 万。現時点ではもちろんミーアイの方がどの SNS も登録者数が多いです。
特にインスタグラムの登録者数はデビュー1ヶ月前にして50万人を突破し、勢いがすごいことから一種の人気すごいと言われているようです。一種のデビュー1ヶ月後にどのくらいかで比べてみないとですね。ミーアイもデビュー前から登録者数すごかったですしね。5動画再生数、一種がミーアイより人気で売れると言われる理由5つ目は動画再生数です。2024年5月現在の一種とミーアイの動画再生数についてご紹介します。デビュー曲一種96万回再生、ミーアイ139万回再生。デビュー曲一種35万回再生、ミーアイ51万回再生。わかる通り一種の再生回数の勢いがすごいことがわかります。一種の動画再生回数が1週間足らずでミーアイの動画再生数と並ぶ勢いになりそうだと言われているようです。一方で一種よりもミーアイの方が売れるという声もあります。理由は以下の4つです。11人にそれぞれのファンがいるのでファンの多さが違う。オーディションで選ばれたメンバーという事実、メディア露出が多くて知名度が高まっている。どんどんメンバーがさらに綺麗に可愛くなっていってる。人数が一種の3倍近い11人というのは単純に考えるとファンの総数がかなり違ってきそうですよね。ミーアイのデビュー後のメディア露出は凄まじい勢いですよね。また音楽業界における成功はただ才能やプロモーションに頼るだけではありません。実際ラポネが引き止めた4人の逸材が成功に至ることは決して保証されているわけではありません。その理由について考察してみたいと思います。皆さん K-POP はよくご覧になりますか？ JYP、YG、HYBE、SM など大手事務所の名前は聞いたことがあるかもしれません。これらの事務所が新しいグループを結成しデビューさせるのは何年おきか知っていますか？少なくとも4-5年はスパンがあります。大手事務所でさえ一つのグループをデビューさせてから次のグループを生み出すまでにし5年です。もちろん男女グループを一つずつなどもありますが、それでも数年は一つのグループに専念します。それがラポネはどうでしょう？まだミーアイがこれからデビューしようという時にその派生グループを作って売り出そうとしています。もちろん会社として最高の逸材である4人を脱落メンバーだとしても絶対に逃したくないという気持ちはわかります。でもミーアイですらまともなデザイナーやスタイリストをつけられていない状態なのに、そんな時に派生グループまで専属契約してデビューさせていますよね。大手事務所ですら一つのグループに数年は専念しているのに、ミーアイのスタイリングでバッシングされていて改善すらできていないラポネが掛け持ちして最大限に4人の魅力を発揮させることができると思いがたいのも一つです。でもやると決めたんなら4人を絶対に逃したくないという気持ちで引き止めたならやり遂げてほしい、全力でやってほしい、中途半端で終わらせないでほしいですよね。もしそれができないならラポネは空いたり剣持など田中裕樹、坂口里乃の4人を引き止める資格はありません。この4人は他の事務所も韓国の事務所も欲しいと思うような逸材でしょう。その4人が今回未完成なラポネを選んでくれたのです。それに応えることができないのならばラポネに4人をプロデュースする資格はありません。4人を引き止めたラポネがすべきことをしっかりとやってほしいですよね。いかがでしたか？今回は一種についての詳細や同じく日プガールズからデビューが決まったミーアイとの確執について、また一種が炎上している、いやミーアイよりも売れる売れないと噂される真相についてなど深掘りして調査していきました。今後の動きにも注目でですね、最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは。